はいどうもケンティです。はいどうもソニーです。やっていきましょう。はい、今日今から始め時おすすめアプリゲーム特集。おすすめアプリ、はい、3月を迎えた現在、周年を迎えたり豪華なコラボやキャンペーンが開催していて、新規で始めたり復帰したりリセマラにおすすめのアプリゲームを紹介するコーナーでございます。はい、いよいよ3月と来ましたね。来ましたね。3月暖かくなってきました、はい、ねえ、はい、3月おすすめアプリ第1弾ということで、うん、よろしくお願いします。はい、このチャンネルさまざまなゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録や通知設定などをしていただいて、動画の効果を楽しみにしてくださると嬉しいです。はい、皆さんのご意見ご感想コメントお待ちしております。お願いします。それでは開催日の早い順に見ていきましょう。1本目、サガタメのアルケミスト。サガタメ、はい、フジ&グミゲームズさんから配信中のシミュレーション RPG でございます。うん、今年2021年1月28日に5周年を迎えまして、はいはい、世界総ダウンロード数1100万を超える人気タイトル、サガタメでございます。うん、今回ですね、アトラスさんから昨年2020年10月に発売されました新女神転生3ノクタン HD リマスターとのコラボを開催中でございます。おうおう、メガテンとコラボか。そうなんですよ、メガテン3のしかも HD リマスターとのコラボということで、うんうんうん、なるほどね、うん、いいね。メガテン3僕もやってたんですよ。マジ神ゲーだもんね。超神ゲー、うん、もうびっくりするほどの神ゲーです。メガテンシリーズは皆さんファンも多いでしょうね。はい、内容見ていきましょう。まず1つ目、コラボユニット、これね、メガテン3のヒトシュラ、悪魔からはですね、ジャークフロスト、ティターニア、クーフーリン、ケルベロスの4体がコラボユニットとして登場いたしました。はいはいはい、うん、ヒトシュラはですね、原作同様マガタマっていうね、武具の代わりにある要素でカスタマイズができる特別なユニットとなっているということで、うんうんうん、まあ、装備によってね、結構いろいろスキルが変わったりするような、ほんと原作再現という感じですね。いいね、うん、はい、やってます。でこのマガタマの種類全10種ありまして、1つのマガタマにつき3つのウェポンアビリティを持っていると。で30種類使えるわけですね。そうそうそう、めっちゃすごいね。すごいね、コラボとしては豪華ですね。ね、うん、他にもですね、ヒトシュラの新理念層、東京が死んで僕が生まれたっていう、ね、メガテン3のキャッチコピーになってるやつの名前と同じやつですね、うんうん、が実装されていたりとか、あとコラボユニット用のね、新理念層も実装されていると。いうことでめちゃめちゃ盛りだくさんでございます ね、 ですね、うんうん、これらはですね、コラボフェスや召喚でゲットができるということで、ひとしらなんですけども、確定のステップアップ召喚も開催されているということなので、ひとしら絶対欲しいよってことで ね、 ステップアップ、そっちを狙ってください。はい、はい、またですね、コラボ記念1回限定無料10連ガチャっていうの、期間中にね、10連1回無料になるやつとか、うんうんうん、あとコラボ記念1日1回限定無料召喚っていうね、1日1回無料のガチャだったりとかいうことなので、それ引ければ一番いいけど ね、 ね、 そうだね。無料でまあ引けるんだったら引きたいよね。まあ、頑張りたいですね。はい、はい、まあ、リセマラとかねしていただければと思います。そうね、復帰勢をね、うん、2つ目、イベントクエスト、砂漠に奏でる野草曲でございます。ボス形式のイベントクエストになってて、うん、先ほど説明したマガタマを入手できるということで、はいはいはい、他にもですね、ガチャを引くために必要な現象石だったりとか素材が手に入るということなので、まあ人知ら持ってないよって方でも、うんうんうん、あの全然やってもいいんじゃないかなと。ね、でもマガタマはそっか、人知ら持ってないと意味ないのか。そう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 、そうなるから、まあ悲しい、ね、その後にね、マガタマがいいの入ったから引こうかなっていう。そう、引こうか。絶対に引かせようとしてくるね。まあでも欲しいですね、まあ、せっかくのコラボだからやっぱね、はい、入手していただかないと、うん、こんなにあるんだよ、すごいよね。ツイッターではですね、コラボ開催を記念したキャンペーンも開催しておりまして、リツイート数に応じてコラボフェスチケットだったりとかゲーム内アイテムがプレゼントされるということなので、そちら概要欄からチェックしてみてください、うん、はい、またですね、気になる方、メガテン 3HD コラボからタガタメを始めてみてはいかがでしょうか。はい、2本目、ラストクラウディア来ました。ラスクラ、はい、アイディスさんから配信中の RPG でございます。激しく動くドットキャラと滑らかな 3D 背景が魅力で、派手でスピード感のある爽快バトルが楽しめるラストクラウディア、ラスクラでございますが、うん、今回現在アニメ2期が放送中のアニメドクターストーンとのコラボを開催中でございます。来ました、復刻コラボですね。復刻コラボでございます。前回のコラボのその復刻になるんですけども、今回のコラボからゲンとクロムの2名が登場するですね、ということなのでね、はいはい、そちらも含めて内容を見ていきましょう、うん。1つ目、コラボログインボーナスでございます。これコラボを記念してね、ログインボーナスを開催しておりまして、コラボガチャチケットとかクリスタルが手に入る内容になっておりまして、はいはいはい、そして2つ目がドクターストーンコラボガチャでございます、うん、これね、コラボユニットが確定で入手できるユニット確定ガチャとかピックアップガチャがね、開催されてるんですけども、第1弾コラボで登場しました石神戦空琥珀
獅子王司が強化されて登場いたします。だただの復刻ではないと。なるほどなるほど。ということで今の時代に追いつけるような調整がされたと、うん、そう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 いうことですね。結構強くなったわけですよ。なるほどなるほど。コラボ開催の3月2日からは新キャラの朝霧源が登場いたします、うんうんうん、源ですね。源がですね、敵にデバフ、味方にはバフを付与するということで、味方も敵も操るというね、ゲンの、このメンタリストの言えるようなね、ゲンらしいね、うん、になっております。ゲンと同時に新アーク武力の帝国っていうアークが出るんですけども、うんうん、それはね獅子王司を強化できる戦闘になっている、まあ、武力帝国なんでね、うんうん、そして3月9日から第2弾として新キャラクロムが登場いたします。ほう、クロムはですね、個性素材集めっていうので敵全体から確率でアイテムを獲得するというね便利。なるほどなるほど、うん、クロムもねいっぱい素材集めたりしてたからさ。確かにね、そうそうそう、でもランダム要素強くて面白そうですね。ね、クロムめっちゃ面白そう、うん、こういうね2人とも本当原作そのまんま、ね、確かに確かに性能になってる、めちゃめちゃ面白いコラボですね、うん、はい、うん、そして、クロムと同時に新アークである100の夜と1000の空が登場いたしまして、多分一期の最後ら辺にやったエピソードのやつかな、うんうんうん、になってて、あのジャンプでね、あのデザインが発表になってるみたいな、今週出たばっかりですから、出てたみたいですよ。これはね、旋空を強化する性能になるということになっております。で、ね、3つ目、コラボイベント異界の科学使いでございます。コラボキャラ確定チケットだったりとか、イベントチケットアーク確定10回が入手できるコラボイベントになってるんですけども、うんうん、前回コラボとね、あのシステムは結構似てるんですけど、はいはい、より遊びやすく変更がされたというふうになってまして、で3月9日から後半イベントが追加予定になってて、そちらでは素材アイテムが集まりやすいと。なるほどなるほど。いうふうになっております。なんか素材集めしてたな前回。そうそう、サルファ材作るやつか。そうそう、サルファ材を作るんですよ、うんうんうん、サルファ材と火薬ね作成するっていう流れになってるんですけども、はいはいはい、この作成数で報酬がゲットできるユーザー全員参加イベントになっておりまして、交換所のね交換アイテムを作成、コーラとか、うん、なんかそういうのを作成するっていうね、本当にドクターストーンさながらのクラフト体験でございます、ね、なるほどなるほど。このマップがね出てたりとかして、めちゃめちゃドクターストーンらしさが、ね、出てるコラボでございます。まあね、そんな内容で、ラスクラが楽しめる内容になっておりますと、はい、いうことで、そそるぜこれはと旋空風に言うと ね、そそるぜこれはとでね、ラスクラの公式ツイッターではですね、旋空役の小林裕介さんをはじめとしたドクターストーンの声優さんのサイン入り色紙が当たるプレゼントキャンペーンも開催しております。おー、これも欲しいですね。めちゃめちゃ欲しいですね、うん、ということで、そちらも概要欄からチェックしてみてください、はい、また気になる方はドクターストーンコラボからラスクラプレイしてみてください、はい、3本目、笑うアルスノトリア。アルスノ、はい、ようやくアルスノって聞こえたねグッドスマイルカンパニーさんのニトロプラスさんから3月4日に配信されたばかりの新作アプリでございます。ストーリーは窓マギで有名なニトロプラスさん、うん、メインキャラデザはリゼロでおなじみの大塚慎一郎さん、はい、精霊デザインは天野義隆さんと、超豪華クリエイターですね。超豪華、マジでマジで豪華。そんなねアルスノなんですけども、事前登録35万人を達成しているので、シジルが5個、あの装備品のやつですね、うん、と、ガチャが11回分の賢者席のプレゼントが決定しておりますので、はいはいはい、まあね新作なんで当たり前なんですけどもね、もうリセマラとか、まあね、今がね、ね、本当に始める時というなほうになっておりますので、うん、気になる方は概要欄からねダウンロードしてプレイしてみてください、はい、4本目、逆転オセロニア。オセロニア、オセロニアでございます。 DNA さんから配信中のドラマチック逆転バトルでございます。オセロの要領でバトルが展開し、コマごとに所有するスキルを駆使した大逆転の爽快感が味わえるオセロニアでございますが、うん、今回テレビアニメ2期が放送中の働く細胞とのコラボを開催でございます。働く細胞、はい、人気だよね。そうなんですよ、うん、内容を見ていきましょう、はい、1つ目、働く細胞コラボガチャということで、働く細胞に登場するキャラクターが登場する特別なガチャでございます、うん、赤血球、白血球、血小板ちゃんなどがね、うん、ゲットできると。弱そう弱いかな、血小板ちゃんなんかオセロニアのキャラ全員ごついじゃん。確かにみんなそっか、ちょっとね細身だよね。普通のなんか人間っぽいオセロニアのね、まあ、ギャグアニメだからね。まあね、キラー T 細胞とかはごついから強そうに。まあ能力も気になるところですね。ね、うん、またコラボ開催期間中、ログインするだけで神エゴマの赤牙球、骨髄球がプレゼントされるということで、ログインするだけで、うん、いいね。赤血球と白血球の若い頃みたいな感じになって、うんうんうん、なるほどなるほど。そうそうそう、神エゴマなんでしょ、うん、強いでしょうね。そうなんです、知らんけど、うん、まあ S が多分一番強いだろうけどね、わかんないやそれは2つ目、コラボ決戦イベント、大決戦働く細胞ということで、各ステージに待ち受ける雑菌などを駆除することで、
黄色ブドウ球菌や肺炎球菌の S ゴマ、うん、はい、ステロイドやセレウス菌の A ゴマを獲得できるコラボイベントだなってあります。金今さん言葉だけ菌とかの名前が出てくるから難しくなって、なんか何の話してるって感じだよ ね働く細胞知らない人からしたら。確かに今多分絵がさあのみんな見てるのはさ出てる、全然噛み合わないよね多分そうそう名前と絵が、ね、何の話してるんだこいつらと名前あの人もいるでしょうね。声だけラジオみたいに聞いてる人はさもう何の話って思うよね。でね、このイベントのノーマルモードである、黄色ブドウ球菌のステージをクリアすることでコラボキャラ確定ガチャが1回無料で引けるガチャチケットをもらえると、うん、いうことなんで、まあこれはやった方がいいという感じでございますので、まあ、雑菌をねぜひ駆除していっていただきたいと思います。はい、そして、最終ステージ今日も元気に働く細胞っていうのをクリアするとコラボオリジナル壁紙が獲得できるということなんでね、あの今期間中が多分画面に表示されていると思いますが、この期間中のクリアを目指しましょう、はい、他にもですね大決戦イベントとして教えてマクロファージ先生も開催されていたりとか、うん、1万ポイントを獲得することでコラボガチャ11連無料チケットが手に入るというね、コラボ限定のコロシアム免疫細胞肺コロシアムっていうのね開催されていたりと、うんうん、めちゃめちゃ盛りだくさんになっております。いいね、はい、ので気になる方はですね概要欄からチェックして働く細胞コラボからオセロニアプレイしてみてはいかがでしょうか、はい、そして、オセロニア4月からはですね名探偵コナンとのコラボ第2弾を開催と、ね、これも楽しみですね。ね、まああの素材っていうかその石とかね今のうちにこう集めておくと、ね、いいかもしれないので、ね、貯めておくってもね、うん、まあ、オセロニアファンはね、うん、まあ、全部引くんでしょうけど、ね、確かにね、まあ、でもコナンとかね復帰勢とか新規勢ワンチャンあるよね、うんうん、ということなんで、ね、まあ、気になる方はねもう今から始めておきましょう。はい、はい、続いて次回予告としまして、ね、来週からねやるであろうイベントをちょっとちらっと見ていきたいと思うんですけど、はいはいはい、ちょっとね一回一覧で見ていただくと2つしかないんですよ。おう、3月はちょっと控えめですか。ちょっと控えめかな。2月うるさかったもんね。うるさかったって言うな。賑やかね。賑やかでしたもんね、賑、うん、やかでした、うん、まあね、グランブルーファンタジーが3月とかで7周年、あでもまあうん、グラブル7周年すごいですよね。ね、3月7日には公式生放送を予定しておりまして、うん、7周年のアップデート情報そしてゲームの最新情報が公開されるようでございます。はいはい、うん、多分豪華な内容を ね、まあ、ねやっていくんでしょうね。7ですからね、うんうん、結構いろんなコラボとかね、縁起のいい数字ですから。ああそうだね、はい、37だ。そしてパズドラ、すごくないんだけど。そしてパズドラですね、モンハンコラボが2日間限定で復刻するらしくって、うん、3月25から27の48時間限定、はいはいはい、もう2日間だけですね。なるほど、なっております。ライズか。そう、この時期にライズも出ますし、ハリウッド映画のねモンスターなんだ、ミラ・ジョボビッチさんね、ジョボビッチ言い方まあね、そういうのもありますので、モンハン全体でもね結構盛り上がっておりますと、うん、いうことで、他にも新情報が入り次第ね、こちらお伝えしていきたいと思いますので、はい、動画への公開を楽しみにしてください。お願いします。ということで、今から始めるときおすすめアプリゲーム特集でございました、はい、他にも皆さんの気になるアプリや動画の感想などありましたら、ぜひコメント欄に書き込んでください。お願いします。また動画で紹介させていただいたタイトル以外でも、今始めどきだよっていうねスマホゲームありましたら、はいはい、そちらもぜひコメントください。お願いします。結構ねこれコメントいただいてるので、はいはいはい、ありがとうございま す、ね、本当にいつもありがとうございます、うん、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは様々なゲームやアニメの最新情報をお届けしておりますので、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。お願いします。それから僕のチャンネルではコンシューマーゲームメインで実況しておりますので、よかったら遊びに来てください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。